左に曲がってみましょう。砂利道に入りました。日が照ってるから暑いです。鹿よけの柵ですね。影にまだ雪が残っています。段々畑の後、今は植林です。セメント道が続きます。10時45分、車道終点ですね。この道が良さそうです。鉄塔管理道でしょう。鉄塔が見えます。すぐに山道は分かりにくくなりましたが、植林の跡があります。送電線の道分かれてますね。結構茨があります。川沿いですが、ここは渡るんですね。もう尾根に入った方が良さそうです。道は沢よりも上にあるみたいですね。分岐を右に行ったらあっちの鉄塔です。分岐を右に行ったらあの鉄塔でした。すぐ上はネット沿いの山道でした。印があります。雪がありません。もう一回降るかも。小峰、そしてで、太陽の方向にある山でしょう。尾根が西の方に向かっていますね。杭があります。結構リボンがあります。分岐です。左右に道がありますが、こっちのピークは近そうですが、違うでしょうね。まだ先があります。沢沿いの道から合流したみたいですね。杭沿いの尾根道です。明日がピークみたいですが、右側の山の方が高いです。ピークです。何かあるかな。リボンをたどって下ってみます。あっちの山ですかね。ここではっきりした道になるんですね。先ほど見えてきた高い山に向かって、尾根道です。この道はいい道です。目印もいいです。右に登った方が向こうのピークは早いように思うんですが、道はこっちがいいですね。右のピークの山から道がありましたね。合流しました。あっちの方が山頂みたいです。小峰のピークですね。杭が続きます。やはりまだ先に高い山があります。もう少しでしょうね。ここから雪が残った道です。そろそろこちらのピークです。もう少し続きます。太陽の方向、11時44分、ピークが開けてるんですね。ありました。三角点です。登頂しました。太陽の方向から千代田インターの方向、高い木があるから展望はないですね。こちら側は山が少し見えます。近くにもう一つ同じ高さの峰があります。そして登ってきた方向からさっき悩んだ山も見えていますが、こっちより低いです。南東、
中国道の向こうに山が見えます。北西の方向です。雪山が見えるからスキー場でしょう。西の方です。南に縦走したいけど目印がなさそうだからやめます。11時52分同じ道を戻りましょう。広い山上です。残雪帯、なるべく雪の上を通らないにします。鹿の糞です。目印の青リボン、下ります。12時のサイレンが鳴りました。山道ピークから下ります。登山時に悩んだ宮のピークです。綺麗な道をこのまま下ってみましょう。左の谷にも降りれそうですが、リボンは右の道に尾根です。旅館から先ほどの山頂が見えています。麓まで続いてそうな感じです。ここで今度は左に曲がります。雪を避けて歩いています。植林の中です。えぐれた道を避けています。いつの間にか水が流れる沢です。右側の沢に降りてきました。雪解け水が流れてるんですね。ここで沢が合流しました。目印多いけど雪と水で歩きにくいところがあります。枯れ草の道、夏はどんなんでしょうね。道が広いです。車道だったのかも。左後方に鉄塔が見えます。12時37分、何回も沢を渡りました。そしてセメント道に出ました。登山時こっちに入ればよかったんですね。植林の陰に入る手前です。動物よけの柵を出ました。朝と違って曇っています。もうすぐバス路線まで降ります。結局山頂が見えないんですね。山道は谷間の方に目印があります。バス路線を歩いています。12時49分、陰の風鈴が咲いています。12時56分です。